2人が搬送されたのは中央病院。太田の手術は無事に終わって、今は術後の処置をしてるところ。命に別状はないそうよ。でもイリスの方はまだ。手術中か。ええ、イリスは左の眼球をくり抜かれている。言うまでもなく、視神経は脳と接続しているわけだから、当然手術にも時間がかかるのだろう。そのことなら相棒に聞いてくれる？ああ、すでに調査済みだ。沖浦水産は我々が知っているあの沖浦蓮樹の父親が一代で築き上げた会社だ。やっぱり沖浦と関係が。いや、どうもそういうわけでもなさそうだ。現在の沖浦水産は沖浦蓮樹とは何の関係もない。17年前に沖浦の父親が病死して以降、会社は別の役員が代表となって経営されている。沖浦蓮樹は株を持っていないし、経営にも関わっていない。要するに沖浦は父親の後を継がずに会社を別の人物に譲渡したということだ。じゃあ犯人があの倉庫を選んだのは偶然だと？わからん。今全員本庁の方で事情聴取を受けてるわ。順番待ちの列は長そうよ。だったら水木から話を聞けばいい。そっか、あいつも一応沖浦家の一族だからな。ていうか、そういえば、なあボス、昨日あれから水木のところに誰か向かわせてくれたか？まったく、今さら聞いてくるなんて呆れるわ。大丈夫よ、新人の女性警官に保護させたわ。で、その後伊達くんの家に連れて帰って、今も一緒にいるんじゃないかしら。水木は自宅か。相当おかん無理だろうな。黙ってあの怪獣の店に置き去りにしてきたわけだから。もちろんしたわ。瞳は病院でイリスの手術が終わるのを待ってるみたい。真由美の方は？同じく病院にいたんだけど、太田の方は手術が終わったから。それで着替えやら何やら、太田の入院に必要なものを自宅に取りに戻ったそうよ。伊達、真由美は昨夜太田とイリスの後を追って店を出ている。もしかしたら彼女は何か知ってるかも。あ、そうだな、真由美から一度話を聞いてみるか。まだやってる最中だけど、これといって重要なものは。伊達くん、相棒、もう一度あの倉庫に行って調べてきてよ。あなたたちなら何か有効な手がかりを見つけられるかもしれないし。そういえば昨日イリスのソムニウム世界に出てきたわね。だがイリスは瀬島に会ったことはないと。じゃあ瀬島の方に確認してみたら？瀬島の家は確か麻布だったな。行ってみるか。それじゃあボス、俺は捜査に。ええ、頼んだわよ。行くぞ相棒。了解だ。どうやって入った？塀を乗り越えて。不法侵入だぞ。野球のボールが入っちまったんだ、取らせてくれよ。ふん。そんな時間眠っていたに決まってるだろう。何かあったのか？ニュースは見てないのか？
ああ、今朝からずっと本を読んでいた。何があったのかは知らんが、私は無関係だよ。知らん、誰のことだ。この子だ。見覚えはないか？顔を見ても変わらんよ。瀬島の体温について目立った上昇は見られない。こいつは政治家だぞ。嘘をつくのが仕事だ。まあ確かに。昨日も言ったはずだ、熊倉組と怪しい付き合いはない。そういえば相棒、昨日聞かせてくれた川崎地区の土地に関する売買の話、まだ途中だったよな。ああ、その話についてはまた後で。金曜日も土曜日も先生はずっと自宅にいた。夕べから今朝にかけては寝室でお休みに。何か証拠になるものはあるか？私の証言で十分だろう。相棒、この屋敷に監視カメラは？いくつも設置されている。だがどういうわけか今はいずれも電源がオフに。この数日間の映像データもどこにも残されていない。なんだよそれ、めちゃめちゃ怪しいじゃねえか。さてと、そろそろ帰ってくれないか？まだ質問は始まったばかりだ。何を聞いても同じだ。先生はあんたが追ってる事件とは何の関係もない。それを判断するのはお前じゃない、俺の仕事だ。はぁ、やれやれ、こっちも手荒な真似はしたくないんだよ。このままあんたを処分して池の鯉に食わせちまってもいいんだぞ。ああ、やれるもんなら。だってこいつ意外と本気かもしれないぞ。ん？体を調べてみよう。こいつハンドガンを。もちろんモデルガンではない、実銃だ。おい、やけに物騒なもん持ってんじゃねえか。何のことだ？とぼけても無駄だ。銃刀法違反でしょっぴくぞ。意味がわからん。お前が携帯してる銃のことだ。銃なんて持ってない。持ってんだろうが。証拠でもあるのか？そんなもん見れば一発で。見る？何を？どうやって？令状がなければ身体検査はできないはずだが。おしゃべりは終わったか？用が済んだならとっとと帰ってくれ。だってこれ以上話を続けても新たな情報が手に入るとは思えない。今はひとまず引き返すのが賢明だ。ったく、腹立たしい奴らだ。車が2台あるな。これらの車は本日未明午前3時17分にも同じ位置に止まっていた。ワンボックスとステーションワゴンか。このステーションワゴンは盗難車だ。盗難車？ゆうべ車の所有者から警察に盗難届が出されている。盗まれたのは昨日の午後10時33分。場所は東京都府中市甲州街道沿いにあるコンビニファミリーストアの駐車場だ。ファミストの駐車場。
所有者がエンジンをかけたままファミストの店内で買い物をしていたところ盗まれたらしい。いや、盗まれたというよりも奪われたと言った方が的確か。この車を奪ったのは太田だ。え？太田がこの車に乗り込み逃走した。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラがその時の様子をバッチリと捉えている。またこの車のハンドルからは太田の指紋も検出された。奪ったのは太田で間違いない。例の白熊の動画配信が始まったのは確か今日の午前3時頃だったな。そうだ。それから10分ほどして太田が画面の中に。太田が車を奪ったのは昨日の午後10時33分。動画内に姿を現したのはその4時間半後ってことになるが。このワンボックスは松下家が所有しているものだ。食材の仕入れ等に使われていたらしい。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。ハンドルやシフトレバーから太田の指紋が検出された。あとは助手席の周辺からイリスの指紋も。最近付着した指紋はそれだけだ。他に車内から見つかったものは？一つある。なんだ？太田の携帯だ。二日前、秋葉原で購入したばかりの。運転席のシートの下に潜り込んでいたらしい。その携帯は今どこに？現在、鑑識の方で内部のデータを調べている。この周辺には他に手がかりになりそうなものは見当たらない。そうだな。倉庫の中を調べてみよう。ふぅ、寒いな。空調の機械はすでに止められている。だが壁の断熱材のせいで室温は今日の未明に訪れた時とさほど変わっていない。さっさと捜査を終わらせないと投資しちまいそうだな。じゃあとっとと始めてくれ。一通り現場を調べてみましたが報告すべきことは特に。千葉の家計圏が電熱線の入ったインナーを開発してくれたんです。でも挙動が不安定で暖かくなったり寒くなったりするんですよ。ちなみにここにいる警官や鑑識官は全員同じやつを着用してます。何かあるな。近づいて拾ってみたらどうだ。これは驚きマンチョコか。そういえばお前3年ぐらい前に集めてたな。このチョコのおまけ驚きマンシール、当時水木が欲しがってたから買い始めたんだが、そのうちお前の方がドハマりして、水木が興味を失ってもお前は一人でせっせとシールを集め続けて。ほろ苦い思い出だ。驚きマンチョコは甘かったが、それにしてもなんでこんなもんがここに。何か手がかりになるかもしれん。後でじっくりと調べてみよう。
いえ、残念ながら独り身です。こんな仕事をしていると出会いも少なくて。事件が解決したらキャバクラでも行くか。お、いいですね。もちろん奢ってくれるんですよね。経費で落とす。今の発言は記録しておいた。後でボスに報告する。すまん、やっぱ割り勘で。なんでですか。いえ、今のところ特に。冗談ですよね。前に聞いたことがあったか。はい、聞いたことがあります。待ってくれ、今思い出す。確かグラスみたいな名前なんだよな。どんな覚え方してるんですか。っていうかそれギリでキラキラネームですよ。思い出しましたか。もうここまで出かかってるんだ。確か3文字でカタカナで書いた場合その総画数が9になるんだ。だからどんな覚え方してるんですか。まだ出ませんか。いや、もうここまで来てる。3文字で総画数が9ってことはクジラなわけないもんな。ないですね。もう私から教えましょうか。いや、ヒントをくれ。はじめの音はカです。カから始まる3文字で総画数が9か。もうなぞなぞですね。カニザか。もうそれでいいです。ですね。異性だったら物語の一つも始まるかもしれないんですけど。残念なのは俺も同じだ。物がほとんど置いてないな。この倉庫は使われてないのか。今日の午前3時頃、イリスはあの作業台で。太田が駆けつけなければアウトだっただろうな。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。いずれも中古業者を介して購入されたもので、その経路から犯人を特定するのは困難だ。動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産株式会社だが、ルーターにはパスワードが記されていたから、それさえ見れば誰でも使用することが可能だ。氷の切断機だ。この機械について沖浦水産の関係者から証言が得られた。元からここに置かれていたもので、犯人が運んできたものではないらしい。指紋は？全く付着していない。他の遺留品も同様だ。倉庫内のどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。そうか。寒。だて、そろそろ限界だ。重要なものはあらかた調べたし、別の場所に行ってみよう。ああ、賛成だ。
どちら様ですか？ああ、そういえば、まだ正式には名乗っていませんでしたね。前回は警察の ID を見せただけだったからな。私は伊達と言います。伊達さんですか。それでご用件は？ああ、これですか。まだ太田が小さかった頃、家族で撮った写真です。なんとなく眺めたくなってしまって。私はダメな母親なんです。昔から夫や息子に迷惑かけてばかりで、二人には何度助けてもらったかわかりません。なのに二人はとっても優しくてね。ある年の母の日に私にプレゼント。二人とも私が花柄が好きなことよく知ってたから、それでこの花柄のエプロンと包丁をくれたんですよ。私嬉しくて嬉しくてたまらなくて、自然と涙があふれてきて。この写真はその時に撮ったものなんです。恥ずかしいですけど、いい写真でしょ？ええ、とても。準備？何のことですか？太田君の入院に必要なものを取りに来たんじゃないんですか？太田が入院？あの子はピンピンしてますよ。変なこと言わないでください。夕べって何時ぐらいのことですか？10時前のことです。あ、その時間はもう寝てましたよ。寝てた？いや、そんなはずはない。太田。あなたはイリスと太田を追ってこの店を出て行った。その時の光景はこの目で、左目でしっかりと確認してるんです。左目？どうして両目じゃないんですか？それは…とにかく昨夜、私はどこにも出ちゃいませんよ。ぐっすりと眠って夢の中にいたんです。夢？そう、とっても懐かしい夢を見て。さあ、一体どこをほっつき歩いてるんだか。伊達、真由美の夫、太田の父親について調べてみた。名前は松下健郎。5年前に心筋梗塞で亡くなっている。そんな、どういうことだ？確かあれは息子が小学校に上がったばかりの頃です。簡単なお使いを太田に頼んだんですが、あの子ったらどれだけ待っても帰ってこなくて。夫は心配ないって言ったんですが、私は辛抱できなくなって太田を探しに。そしたらあの子、近くの信号の前で立ち止まってしくしくと泣いてたんです。いつまでも信号が赤のままだから道を渡れなくて帰れなかったって。でもね、その信号ったら押しボタン式だったんですよ。あの子はそれに気づかずに赤信号の前でずっと立ち尽くして、まったく頑固っていうか馬鹿正直っていうか。だけどそんな太田のことが、私は可愛くて可愛くて仕方がなくてね。なあ伊達、ちょっと気づいたことがあるんだが、サーモモードで真由美を見てくれないか？わかるか？脳の一部が青く染まってるな。これはその部分の血流量が著しく少ないことを示している。つまり？そう、真由美は病気だ。彼女の通院記録を調べてみた。真由美は6年前から脳の機能障害、ディメンツを患っている。ディメンツ？
症状は多岐にわたるが、真由美に認められるのは健忘だ。彼女の中からは様々な記憶が欠落している。なるほど、今までの不可解な発言はそのせいだったのか。だがそんな状態で食堂の経営なんかできるのか。経営はしてない。え？この飲食店松下食堂は8年前に潰れている。松下食堂は樺崎地区の近くにある。ギリギリ立ち入り禁止区域には入っていないから、法的にはここに住むことについては何の問題もない。だが化学工場の爆発によって来客数は相当減ったはずだ。もともとこの店の経営はブルームパークが存在するからこそ成り立っていた。ブルームパークを往来する客が園内で食べるよりも安いからという理由でこの店に立ち寄っていたのだ。ところが8年前にブルームパークは閉鎖、客足はパタリと途絶え、その結果店が潰れたことを真由美は気づいてないのか。おそらくディメンツのせいで。ああ、なんてことだ。さてと、もう話はいいですか。夜の営業の準備そろそろ始めなきゃいけないもんで。伊達、行こう。彼女の世界を壊さない方がいい。そうだな。なあ瑞希、それそろそろやめてくれないか。聞きたいことがあるんだ。わかった、悪かったよ。実は昨日あの後暴力団の事務所に行ったんだ。熊倉組、沖浦とつながりがあるってマーブルのママが言ってただろ。それでいろいろと話を聞きに。だが小6のお前をそんなところに連れて行くわけにはいかなかった。だから、私暴力団なんて怖くない。そんな連中3秒で息の根を止めてやる。物騒なこと言うなよ、女の子だろ。あ、それ性差別的な発言。そんなこと言ってるからモテないんだよ。俺はモテる。嘘つかないで。この4年間彼女がいた気配なんて一切なかったし。俺の彼女はくの一なんだ。はいはい、で聞きたいことって何。昨日マーブルまでお前を迎えに行った女性警官は。帰ってもらったよ。定期的に連絡するから心配しないでって言って。そっか。何そのがっかり感。もしかして彼女目当てでここに来たとか。別にそういうわけじゃ。貧乳だったよ。あ、伊達はむしろ貧乳がタイプか。巨乳も好きだ。もうなんだな。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、パパとは何の関係もないと思うよ。17年前におじいちゃんが亡くなってから沖浦家とは何の関係もない人が社長やってるし。私が生まれる前に死んじゃったから私は会ったことないんだけど、でも話だけはパパから聞いたことがあって。どんな話だ。
おじいちゃんがひいおばあちゃんのお腹の中にいるとき、ひいおばあちゃんを乗せた客船が嵐に巻き込まれてナンパしちゃったんだって。その時ひいおばあちゃんは臨月を迎えてて、おじいちゃんは海の中で産み落とされたんだ。海の中で？うん。それからおじいちゃんはイルカに育てられて、は？16歳になった頃には素手でカツオを捕まえられるぐらいの腕前に。その後おじいちゃんは陸に上がって人間の言葉や文化を学習し、いろいろあって沖浦水産を立ち上げることになったんだって。なんかの伝説かよ。そう、当時のおじいちゃんは生きた伝説、漁師や船乗りたちからも一目置かれるレジェンド的な存在だったんだ。午前3時の動画ネットで見てたから知ってる。オータンすごいよね。ちょっと見直しちゃった。オータの手術は無事に終わった。イリスの方はまだだが、きっと大丈夫。イリスの手術も成功するさ。何の根拠もないのにそうやって楽観的なこと言うの、伊達のいいとこだと思う。え？私も信じてる。イリスの手術は絶対成功するって。瑞希、話を聞かせてくれてありがとう。参考になったよ。参考になったか。俺は捜査を続けなきゃいけないからこれで。待ってよ、また置き去りにするつもり？私も一緒に行く。ダメだ。なんで？お前を危険なことに巻き込むわけには。大丈夫だよ、だって私強いもん。私がどれだけの力を持ってるか伊達だって知ってるでしょ。っていうか、そもそも私の能力を引き出してくれたの伊達自身じゃん。それどうしたんだ？誰にやられた？クラスのやつら、男子とか女子とか全部で5、6人はいたかな。パパやママと一緒に暮らしてないなんておかしいってからかわれて、それで私ムッとして言い返したら向こうの方から手出してきて。そいつらの名前を教えろ。俺が半殺しにしてやる。伊達、その判断は浅はかだ。この種の問題に大人が介入したところで、その場しのぎの対症療法にしかならない。瑞希が自分自身の力で解決しない限り、同じことの繰り返しだ。瑞希、これから時間をかけてお前を特訓する。え？そいつらをぶちのめす力をお前に授けるってことだ。早速だが今から始めるぞ。準備しろ。なんで神社？特訓といえば神社だろう。特訓といえば神社なの？こういう厳かな場所でやった方が気が引き締まるのだよ。まあ何でもいいけど。じゃあまずはお前が強くなるために必要な4つの極意を教える。この4つさえ守ればお前は誰にも負けないスーパーパワーを手に入れることができるだろう。なんかだってさっきからキャラ違くない？伊達ではない。修行中は師匠と呼べ。なんで？日々の生活を丁寧にこなすことが一番のトレーニングになるのだよ。適切な食事や生活リズムは強い肉体を形成する。
さらに他人の気持ちを考え、気を配りながら日常生活を送れば、喧嘩で相手の一手を先読みするのに役立つのだ。なるほどね。でもそれじゃあめちゃめちゃ不摂生をしてる伊達はめちゃめちゃ喧嘩が弱いってことにならない？風が出てきたな。いや、なんとなくかっこいいこと言ってもごまかされないから。喧嘩をするには絶対に気持ちの面でも勝っておく必要がある。絶対に負けないぞってそういうこと？あ、そうだ。キャバクラに行くときと同じだな。店に行く前からどうせモテないってふてくされてたんじゃ、モテるもんもモテなくなる。勝負はもう店のドアノブに手をかけた瞬間から始まってるんだ。うん、確かにその通りだねってなるわけないじゃん。喧嘩になったら相手の心を折るのが大切だみたいな話？いや、そうではない。心を殺すのは瑞希、お前の方だ。どういうこと？喧嘩の最中だけは自分の中から哀れみや情けの感情を殺すんだ。相手を一人の人間として考えたら、そもそも喧嘩なんかは不可能。敵と拳を交えるその瞬間だけは、目の前のそいつをパンチングマシーンかこんにゃく人間だと考えるんだ。こんにゃく人間って？瑞希、誰にも負けない方法を知ってるか？え、そもそも喧嘩をしないとか？それも一つの回答だが、お前が今身につけるべきなのはそれではない。誰にも負けない方法、それは先手を取ってその一発で相手を仕留めてしまうことだ。言ってることはわかるけど。もちろんそうしろと言っているわけではない。だがこのことを知っているかいないかで喧嘩の成果に大きな差が出る。それはいいんだけど、伊達のそのキャラマジで何なの？伊達ではない、師匠だ。とにかくこれら4つの極意を実践すればお前は強くなれるはずだ。眉唾だな。俺を信じろ。言う通りにしたら一月後には俺に感謝することになる。本当かな？どれ、その時のお前と比較するため今のお前の強さを見せてみろ。は？強さを見せるってどうやって？そうだな、一発パンチの振りでも見せてくれ。そうしたら大体のことはわかる。よくわからないけど、とりあえずやってみるね。まずは目を閉じて意識を集中しろ。こう？そうだ。そして思い切り拳を突き出す。えっ！え？どうだった？いや、気を使わなくてもいいよ。まだまだなのは分かってるから。そういえばなんだが、お前いじめっ子たちに殴り返しはしたか？ううん、私の方からは手出してない。だって相手はたくさんいたし、どうせ金一個ないって思ったから。そうか、こいつ自分の力に気づいてないのか？みたいだな。瑞希、なんというかその、もう少し自分に自信を持ってもいいと思うぞ。え？ただ師匠にだけは歯向かうなよ、絶対だからな。ああ、そうだな、確かにお前は恐ろしいぐらいに強い。じゃあ。だがダメだ、お前を捜査には連れていけない。どうして？どうしてもだ。
沖浦から責任を持って預かった以上、お前を危険な目に遭わせるわけにはいかないんだよ。ずるいよ、パパのこと出すなんて。イリスとオータも同じだ。そんなことは望んじゃいないはず。分かってくれ。もしもお前の力が必要になったら、その時には言うから。本当に？ああ、約束だよ。約束だ。さ、行くぞ相棒。次はどこに？大丈夫ですか？伊達さん。看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって、命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして、力が抜けてしまって。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でももう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。あの子は、イリスは左目を失ってしまいました。奪われた眼球はまだ見つかってないそうです。視神経や血管がつながっていれば元に戻すこともできたみたいなんですけど、でも命が助かっただけでも感謝しないと。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる数少ない友人の一人でした。イリスの手術が終わるのを待ってる間、その真中のことが脳裏をよぎって、私本当にどうにかなってしまいそうで。よほど辛い経験をされたんですね。ええ、太田君には本当に心から感謝しています。いえ、そんな言葉では足りません。だって太田君がイリスのこと助けてくれたんでしょ。警察の方から伺いました。もし太田君があの倉庫に行かなかったら、今頃イリスは本当に何と言えばいいのか、お礼の言葉が一つしかないのがもどかしいぐらいです。実は太田くん、私の教え子だったんですよ。彼が小学生の頃受け持ったことがあって、昔から正義感は強い方でしたけど、でも命を懸けてまで誰かを救うなんて、私が言うのもなんですけど、立派な大人になってくれたと思います。きっとお母さんの育て方が良かったんでしょうね。今日の午前3時頃、ひとみさんは何を？ああ、気を悪くしないでください。これも仕事なもので。家で寝ていました。午前4時頃、警察の方が迎えに来るまで、事件のことはその時初めて知って。今の証言は捜査資料に記載されているものと同じだ。午前4時頃、警察の人間がひとみのところに？ああ。冷凍倉庫から左岸家までの所要時間は？車で20分から25分。白熊が倉庫から逃亡したのは、確か3時15分ぐらいのことだったな。そうだ。急げばギリで間に合うか。
瞳を疑ってるのか？そういうわけじゃないが。瀬島ってあの国会議員の？ええ、二人に何かつながりがあるんじゃないかという情報が。つながりなんてないと思いますけど。こんな時にいろいろとお尋ねしてすみません。いいえ。では私はこれで。